はい、皆さんこんばんは。聞こえないですね。皆さんこんばんは。最高です。多分もう初めてましての方が多いのかな。はい、初めまして。横須賀をメインに活動しているウクレレ演奏者のジャイラと言います。よろしくお願いします。はい、寒いので皆さん、寒かったらここちょっと走り回ってください。そのまま走り回って帰らないでくださいね。ここ走り回ってから戻ってきてください、絶対。はい、僕は今ちょっと寒いのでちょっと手があんま動かないんですけど、でも1曲目にちょっと、ウォーミングアップということで、ちょっと元気な曲を、これウクレレなのっていう曲をちょっと1曲弾いてみたいなと思います。それでは聴いてください。寒いですね。体寒くないんですけども、手が寒くて。はい。なんかすごいですね。木から葉っぱが。雨かと思った。いや、皆さん寒い中ありがとうございます。ね、1時間ぐらいやるつもりなので、皆さんぜひよかったらもっと集まってください。上から見てる方もどんどん下降りてこっち来てくださいよ。寂しいよ。わーいって。遠慮なくどんどん前に来ていただいて構いませんので、ぜひ。続けて演奏していきます。次の曲は、ハワイのウクレレ演奏者の曲を1曲、演奏したいと思います。
これもちょっと元気な曲なので楽しんで聴いてください。ありがとうございました。いやなんか今回こうやってなんかストリートライブという形で今今回ライブやってるんですけど、今回こういう形でやるのがちょっと初めてで、あのワクワクとドキドキとね、もうほとんど楽しみがかかってるんですけどこうやって皆さんにねお会いできるのもやっぱりコロナになってから減ったなと思ってもう嬉しく思います。はい、多分皆さん今ここでこれ聞いてて多分皆さん思ったのが、ウクレレってこんな楽器だったっけって思われた方が多分いるんじゃないかなって思いますウクレレって言ったら多分そう、若い子は知らないかな、あの牧伸二とか高木ブーさんとかだと思うんですけど僕のウクレレはこんな感じで、もうロックとかジャズとかとか関わらずもう全部のいろんなジャンルでやってます。普段はこの横須賀市さんからオファーとかいただいたり、いろんなコンサートとかで、こういう感じでストリートライブっていうのはやらないんですけど、でも今回こういう機会が与えられたこと本当にすごく嬉しく思います。最後まで皆さん楽しんでいってください。
続いて演奏する曲は、クリスマスということもちょっとあって、これクリスマスソングって思う方もいると思うんですけど、坂本龍一さんの、戦場のメリークリスマスを、ウクレレバージョンでお届けしたいと思います。それでは聴いてください。ありがとうございました。戦場のメリークリスマスです。いやもうあと何日だ、今日は22ですもんね。23、24、25、あと3日でクリスマスですよ皆さん。早いですよ、もうあと1週間とかだったらもう今年も終わりで、
いやー、1年終わるのが本当早いなって本当に思いますね。なんかコロナになってから本当にもうやりたいことができなかったり、ライブもできなかったり、コンサート自分で企画してやろうと思ったんですけど、全部なんかコロナのまたこの人数も増えてきちゃったりとかで、今もやっぱ増えてきてますけど、やっぱりその中で本当にこのように演奏できるのが本当にありがとうございます。皆さん本当にもう来てくださって、また集まってくださって寒い中、はい、続いて、どんどん演奏していくんですけど、演奏する曲は、僕のオリジナル曲を、2曲演奏したいと思います。最初に1曲目演奏する曲が、All I Need ってタイトルです。それでは聴いてください。ありがとうございました。オリジナル曲で All I Need。 はい、なんか風も出てきましたね。ますます手が動かなくなってきてます続いて、またオリジナル曲演奏するんですけど、このオリジナル曲とオリジナル曲2曲と、戦場のメリークリスマスは、僕のファーストミニアルバム2年前にリリースしたんですけど、
に、収録されています。この曲も、収録されていて、結構次の曲のタイトルが Promise ってタイトルなんですけど、この曲 の、の背景というか、この曲を説明しますと、やっぱり自分が今やっぱりこのコロナの中ですごく何でしょう、まあ恐れていたりっていうのが結構あったりして、その中でもやっぱりこの何でしょう、自分でやっぱ頑張るんじゃなくて誰かに助けてもらったり、いろんな人に支えてもらったりして、やっぱその中でも本当に約束っていう言葉が本当に何でしょう、また絶対会えるっていう思いで、まあ、一応作った曲にもなったりするんですけど、それでは聴いてくださいオリジナル曲で Promise。ありがとうございました。オリジナル曲で Promise。 はい、おだんだん指が動くようになってきてもうね、やっぱり夕方というか、そうですね、夕方なので、もう元気な曲ももちろん最後の方にもやりますけど、今は、これから、次に演奏する曲が、クリスマスということで、クリスマスメドレーを
カバーしてきたので、それを演奏していきたいと思います。多分知ってる曲皆さんちょっとはあるんじゃないかなっていうか、賛美歌メドレー的な感じので作ったりしてて、それは聴いてください。Thank you.
ありがとうございました。もうこの僕はこのメドレーがすごい好きで、今回こうやってカバーさせていただきました。はい、続いての曲は、結構静かめに、やっぱもうこの時間なのでちょっと、ね、リラックスできたら皆さん嬉しいなと思って、一曲選ばせていただいた曲があるんですけど、曲が You Raise Me Up をウクレレで演奏したいと思います。それでは聴いてください。
ございました。 You Raise Me Up、 この曲いい曲ですよね。本当にもうめっちゃ大好きなんですよね、この曲なんか最近この曲練習しながら家で弾いてるんですけど、気づいたらウクレレ持ちながら寝てるっていうのが多いですってぐらいこのメロディーが本当好きで、僕は今回選びました。はい、あと2曲、一応2曲になるんですけど、曲リストの中ではその2曲も、2曲ともちょっとウクレレでロック系の曲をやっていきたいと思います。それでは楽しんで聴いてください。1曲目に、ドラゴンって曲です。ちょっと次の曲めっちゃ激しいので、ジャケットだけ撮らせてください。Thank you.
ありがとうございました。どんどん風が強くなってすごい葉っぱが Right、次の曲で最後になるんですけど、皆さんもっともっと前の方に最後皆さんでもっと盛り上がって終わりたいなと思って、最後にザ・ビートルズさんの曲で Wire My Guitar Gently Weeps って曲を演奏したいと思います。それではまた最後に自己紹介して演奏していきたいと思います。ウクレレ演奏者のジャイラと言います。よろしくお願いします年齢は18歳の高校3年生です ありがとうございます。皆さん最高ですね、ノリが。いやもう楽しいです、こっちやっててそれでは最後に聴いてください。 Wire My Guitar Gently Weeps。クレレ演奏者のジャイラでした。た？ありがとうございました。
おー、いいんですか、大丈夫ですか。1曲分はいきますね時間的にも。ありがとうございます。じゃあ最後に僕のオリジナル曲 As Time Goes By っていうオリジナル曲なんですけど、それで、皆さんとお別れしたいと思います。それでは、聴いてください。 As Time Goes By。ありがとうございました。